フォルクスパルクスタディオンはドイツハンブルクにあるサッカースタジアムである。1953年にフォルクスパルクスタディオンとして開場した。地元のサッカークラブチームハンブルガー SV、アメリカンフットボール NFL ヨーロッパのチームハンブルクシーデビルズの本拠地としてそれぞれ使用され、サッカーでは1974年の西ドイツ W ハイでは 当在ドイツの対戦会場となり、その他1988年のユーロ1988など多くの国際試合でも使用されてきた。救命時代は客席に屋根がかかっておらず、スタンドから見える高いクレーンにつけられた照明灯が特徴的だったが、現在は客席が屋根で覆われているので当時の面影はない。2000年 AOL がネーミングライツを取得し、 AOL アレナに解消。2006年のドイツ W 杯でも5試合の開催が行われた。なお、FIFA の規定では、FIFA が主催する国際大会においては、FIFA が認定した公式パートナーサプライヤー以外の企業のスタジアムの広告や命名権によるスタジアムの企業名露出を禁止していること、また2006年5月をもって AOL 社とのスポンサー契約が終了したことから、 ドイツ W 杯期間中は、FIFA フフワールドカップスタジアムハンブルクとして開催された。ドイツ W 杯以降、AOL との命名権契約はないものの、AOL アレナと呼ばれ続けていた。2007年3月、ドイツの州立銀行、HSH ノルトバンクが2500万ユーロで3年間の命名権を買い取り、2007から8年シーズンから、 HSH ノルトバンクアレーナに解消することとなった。契約が切れた後2011年より、オランダの企業イムテックが命名権を取得し、イムテックアレーナとなった。なお、UEFA 主催試合では、ハンブルクアレーナと呼ばれる。イムテックによる命名権契約が満了した2015年7月より、ネーミングライツ導入以前の名称である、フォルクスパルクスタディオンに戻された。 ありがとうございます。